7月に誕生した日本の新たな世界遺産、奄美沖縄を2週にわたってお送りします。日本最後の秘境といわれる西表島、沖縄県最大の滝も、沖縄島の北部やんばると呼ばれる地域は山や森が豊か。そこはユニークな生き物ばかり。ヤンバルクイナなど世界でもここにしかいない固有種の楽園です。世界遺産、新たな世界遺産誕生、奄美沖縄、22日午後6時。